はい、皆さんこんにちは、ちゅうございます。ドラクエ6ですね。やっていきましょう。ごめんなさい、ちょっと巻き舌になっちゃった。前パートちょっとね、えげつなかったですね。びっくりしちゃった。買えないでしょ、てかみんな持ってんでしょ。私、あ、ここは全然なんだ、ここは全然ですね、品揃えがね。でももう全部持ってるはずですよね。あ、まあここはあれですけど、あー、7000貯めないといけないね。とりあえず7000、目指せ7000だね。こっちはないよね。さあもうね、みんな頑張れて、でルーラーでいけるんですね、この地底魔女まで。だもんでやばくなったらリレミト使ってドンとか言ってくるとね、そんな感じでいきましょう。さあもう呪文節約してる場合じゃないですね。はい、ちょっと待ってね、リレミトってどれだけいるの。8 8を切らないようにしないといけないんだね。わかりました。これだね、一人になったら大変だったね、この時ね。あ、ギラを覚えたんだ、やっつけれなかったけど。あ、ちょっとね、梅昆布茶いただきます。あ、梅昆布茶うまいな。でね、あの、でねっていう意味であれじゃないんですけど、話じゃないです。寒かったね今日ね。今日、ちなみに今日はね1月12日の金曜日です。いやーねー、もう本当にね、むちゃくちゃ、あ、これ骨だね、むちゃくちゃ寒く、あ、ちなみにこっちから行ってみよう、右回りで今度行ってみよう。いやー、まあ本当寒かった。なんかね、あの電車が止まって、雪で止まって、400人ぐらいがあの電車の中で過ごしたんですか、なんか言ってましたね。立ったままで満員だったから座れない人もいたとかね。なんか安全上の理由から降ろすことができないとか、まあどういう場所で泊まったのか分かんなかったですけどね、私にはね。何もない田舎だったら仕方がないけどね、もし近くに町があるんだったら降りてもいいんじゃないのかなっていう気するんですけどね。よし、今度こっちからね。どうなんだろう、右回りで行かないとね、いつも左回りで行く癖が、おお、あるからね。はい、キラーグスね。ちょっとミレイユさん使いすぎだね。まあその間にレベルが上がってお金も入って、妖精の鎧変えればいいけどね。妖精の鎧、まず一発目はあれかな、ミレイユさんに使うべきかな。そこでギラ使うの。もったいないね。もったいない気がするんだけどね。まあまあ、ミレイユさんの方が先なくなっちゃうかな。こうだよね。右手で行ってますんで。スカラ？スカラ？何故スカラなのかな。なんかマジックパワー、ほんと呪文節約ってないかな。あ、バーバルさんが上がりました、レベル7ね。ヒットマートが2ポイント、マジックパワーが2ポイント。さあこれ1234ね。あらまあ、はあ、何もなし、何もなしね。さあ、何もありませんでしたので、あったまる。本当ね、もう今キル毛布着てねやってんですけど、やっぱり厚着をするとね、あの、なんとかなりますね。ちなみに、あの、暖房設備は一切入れてません。寒いよ。まあ、あ、不思議な木の実見つけましたね。まあ、あれですね。はい。マジックバーがね、上がりましたけど。
いやもうね、暖房設備は使わないので、パソコンにとってはいいですよね。もうパソコンにとってはね、本当に寒いっていいことですもんね。パス上がったー。ヒットポイントが9ポイント、マジックパーが7ポイント、さっこい。お、12、15、17上がったよ。ほほほほほほ。おぉ、すごいね、ハッサン。あらまあ。あ、ここは何もなかったんだね。結局。あ、不思議な木の実があっただけか。で、こう行くんだよね。で、こうなんだよね、右手だとね。あらららららら。あ、懐かしいデスファレーナ。なんか久しぶりに見た気がするね。パソコンの備え付けのマイクなんで、結構いろんな音をね、拾っちゃうんですよね。今ちょっと私が全然、素足で今やってるんですけど、このクソ寒いのに素足でやってます。素足をちょっとね、後ろの壁に擦った音が今入った気がしたんで、本当に、なんか、やっぱインカムのマイクの方がいいのかな。私別で持ってるやつはあれなんですよ。スタンドマイクなんですよね。はい、あ、ミリオさんレベル10に上がりましたね。ヒットポイント4ポイント、マジックパワー1ポイント、え、さっこい。4。全然だな。ハッサンすぐすぎも。でもね、スタンドマイクだったら口の距離がないのかな、口までの距離が。それがもう致命的みたいな。いや、私そこは指向性があるから、補えると思ってたんですけど、まあちょっと本当にイースオリジン大丈夫かなと不安なんですよね。あれ曲いいからね、曲いいから、なるべくノイズ入れたくないんですけど、ノイズ入りまくってますもんね。はい、でノイズキャンセラー入れるとこもるでしょ。もう嫌になっちゃう、本当に本当嫌になっちゃうよね。あ、そうそう、あれな、忘れちゃった。いや、もう嫌になっちゃう、本当に。いや、私の動画見てくれてる方たちはほとんどね、30代以上らしいので、特に40代後半の人が集まってるみたいなので、まあね、理解していただけると思うんですけど、人間30超えたらもうポンコツ入りますもんね。ほんとね、30超えて頭と体どっちが早くガタきたかなと思ったかな。頭だったかな。で、体も来て、で40超えて頭には拍車がかかったかな。30超えたらとりあえずね、人の名前が覚えられなくなりましたね。それは痛感してしました。40超えたらろれつが回らないかな。あれ、あ、来た。恋見唱えた方がいいかな。あ、よかった。あ、無駄だね。私どうせ遅いでしょ。だからいいんじゃない。うわ、そういう時にかけてさっきかい。アストロン溶ける方が先かなと思ったけど。もう嫌になっちゃうね。もういいや、普通にいっちゃおう。普通に倒しましょう。
ギラも効く、ギラも硬いね。何このストーンビーストって。硬いよ、物理も硬いし魔法も硬いんだね。こっちでよかったっけ。今私戻ってきてない。あ、合ってるか、合ってんね。いや、もうあのストーンビーストなんとかしてほしいわ。ひょっとしてミリュウさん枯渇しちゃった。無知で言ったもんね。おお、枯渇してる。バーバルさんリリビト持ってないのか。あー、 MP が足らない。どうすりゃいいんだこれ。はい、鏡の鍵は別に、鏡の鍵も持たなくていいよね。ちょっと待って、魔法の聖水って、はあ、いや、これはあかん。これはあかんね。もう、ミレイユさん、ガンガンか。命令させろかい？このままじゃもう全然ダメだもんね。私、ベホイン持ってないから。つらいな、これ。いっぺん帰りましょう。何このパート、このパートそれだけなのかい。まあレベルは上がったけどね。どうすよ。あ、ということはストーンビーストの時だけ魔法解禁か。そういう感じかな。まあもう道を覚えたんでね、ショートカットできる、ショートカットというかね、まあ道を覚えたんで。いやー、ちょっとミレイユさんなんだかこれガンガンじゃないよね。ガンガンにしてないよね、戦略ね、作戦ね。ねえ、ガンガンじゃないのに俺に任せるにしてた方がいいのかな。いや、それだったらダメだよね。あ、梅昆布茶忘れてる。あ、結構ぬるくなってきちゃった。まあ大阪はそれでもまだぬるい方なんでしょうね。水たまりが凍ってました。そのぐらいでしたかね。私上がりましたね、レベル16ね。ヒットメイトが8ポイント、サイレンマジッパーが4ポイント。サコイ、おお、4 5 3 2 15 4 5 3 2 1、あ、15ね、上がりましたね。もうこの我々ツートップが完全に引っ張ってますね。あ、宝箱あんだこっち。いやー、ちょっとミレイさん、バーバラさん、なんとかなんないかい、あなたたち。はい、バーバラさん、レベル8ね。ヒットポイントが2ポイント、マジックパーが3ポイント。さあ、来いと。2。あ、ルーラー、リリビットを覚えてくれよ。ルーラーじゃなくていいんだよ、リリビト欲しいんだよ。でリリビト8も使うんだよね。まあいったな。どうしよう。もう武器全部揃ったよね。絹のローブ結構売れたんじゃなかったっけ。魔法の聖水見つけた。おでもったいないね、ここで使うのね。
まさかバーバルさん。ああ、上がんないね。かっこよさ上がるけど。いやー、参った。魔法の整数はちょっと待ちましょう。そうね。あ、まあ、売るから、いっか。よいしょ。いやあ、泥試合が始まった。あ、じゃあね、この辺で終わりましょうかね。あー、もうね、次始めるときはね、帰って回復して、帰ってここに来てからもうちょっと仮想に行ってから始めた方がいいんじゃない？もうそうでもしないと次のパート潰しちゃうよね、きっとね。というわけで、この辺で終わってきますね。うわー、この、これ、おーおーおー、ルカニー。それで、マルウサ聞くかい。あー、うおーおーおお、はあ、おお、入れ替えじゃなくて、入れ替える人いないよ。こういうふうに唱えましょう、バーバルさんね。あれだね、前の2人が、やっぱこれミレイユさん、ハヤトのリングダメだわ。私に持ち物がいっぱいでは、魔法の聖水はとりあえずミレイユさんに渡しておこうかな。勝手に使ったりしてね。で、ミレイユさんのハヤテのリングを渡しましょう。私にね。で、装備。装備ね。はい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 。私がハヤテのリングを持ちましょう。で、道具で私の金の指輪を、ミレイユさんにね、渡しましょう。で、即装備。ミレイユさん、ちょんとっとっとっと、はい、これでね。じゃあね、この辺で終わっていきましょう。次はね、また帰ってきてから、もうちょっと進んでからしたいと思いますね。ドラクエ6終わっていきます。どうもありがとうございました。